それでは本日もよろしくお願いします。お前がゴツだ。本日も鬼殺し打っていきたいと思います。対局開始。まずは角道を開けていきましょう。鬼殺し方が1、4歩打ってるんで、まあ、KO ジャンプして F を伸ばしていきましょう。で、これ歩取られなかったので歩を鳴っていきましょう。でちょっと KO ジャンプする隙がありませんので、飛車を回って玉を囲っていきたいと思います。でここはちょっと金を上げるスペースを開けておかないといけないので飛車を上がりました。でここはそうですね、飛車を確保してみましょう。さあお相手の方は歩を打ってきましたので角を上がります。これは2枚替えのチャンスですね。銀を取って飛車を取って、銀毒、2枚替えで銀毒になることができました。で結構相手の陣地は飛車を打ち込むスペースが多いんですが、こっちはあまり飛車を打ち込むスペースがないということで結構有利になったんじゃないでしょうか。ここで相手の方はここで投了です。さすがの切れ味じゃ。